圭節先生の美文字講座です。このコーナーは私伊藤美和が超一流書家の先生から学ぶ企画です。それでは圭節先生よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。指導してくださるのは福岡市にあるアトリエ優雅の圭節先生。様々な創作活動をする傍ら、これまで日本のみならず海外でも多数の個展を開催。今最も注目される芸術書家の一人です。では先生、今回は3回目になるんですけど、今日は何を教えていただけますか？そう、今まではこの平行だとかね、3分の1だ、本当に数学的なことで言いました。今度は美しく見えるためのコツになります。で、このコツはですね、実はね、視覚維持、例えば口とか火とか目とか田んぼの田とか、あとはそうね、国構えとか、全部視覚ですよね。この視覚にはね、実は書き方の法則というのがあります。例えばそう、例えばね、火って書くでしょ、それから田んぼの田と書きます。実はこの四角い書く同じような気がするんですけど、それぞれに特徴があるんですね。で、特に上半分と下半分では仲間、それともう一個ね、この一個だけが実は仲間外れっていうようなところがあるわけです。じゃあまず最初に仲間外れ、なんで口だけ仲間外れなのっていうのをどこだと思います？最後はもう、右にはみ出てる、ね、そうですそうですね、他のものは全部縦が全部出てるの分かりますかね、縦棒はね、はい、ところがこれ縦が出て横が出るわけです。口だけはこうやって書いてください、これは決まりみたいなものですね。ですからまず口はこう書くっていうのが一つです。さあ、じゃあさっき言っていた上の3つと下2つ、これはね、上3つは縦長です。縦長、長方形ね、縦長、これは横長です。そうです、縦長のものはこの縦棒を平行に書いてください。全部平行、わかります？これ平行に書いていきますね、はい。ここに火なんかをこうやってなんかこう書いたらおかしかろう、楽しいな、おかしいですね、ですね、はいはい。ところが口とか田んぼの田は逆に平行に書いちゃったらなんだかおかしかろうになるわけですよ記号みたいな、そうなんです。だから美しくないわけ、これだとね。ですから美しい、ね、四角を描くためにはまずこれは縦、そして逆に四角いものは少し中に入れてあげる、こういう法則があります、ね、これを踏まえて書いていただくのはこの字ですね。福岡の方にはね、もう見慣れてると思いますけど、これ口と田んぼの田が入っていますので、先ほどの法則を踏まえて書いてください、はい。とね、ちょっともう一つは、さっきほら神様の神も先週書きましたね、前回書いたからこれもありますよ、はい。それから 1回目に言いました、中心揃えましょうね、間を揃えましょうね、いろんな法則がこれに入ってます。さあ、頑張って書いてみましょう。よし、頑張ります、はい。それではみやちゃん実践来ました。先生どうでしょうか？ちょっとだけ、一つだけね、はい、少し中心がずれたのがあるけど、でもほぼほぼこの締め線との兼ね合いもいいですし、ちゃんと縦も出ましたね、縦横ね、出ました、はい、いいと思います、はい、バッチリです。ありがとうございます。はい、よくできました、はい。先生、服よく書く文字なので、これから住所書くときも楽しく書けそうです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。アトリエ優雅では美文字になりたいという方のための教室を行っています。圭節先生に習ってみたいという方はぜひホームページをチェックしてみてはいかがでしょう。九州ビジネスチャンネルでは今後も美文字メソッドを随時お伝えしていきます。それでは今週はこの辺で、来週もぜひご覧ください。